火はみるみるうちに館を包みましたひさしについた紫の房があおられたようにさっとなびくとその下からもうもうと夜目にも白い煙が渦を巻いてあるいはすだれあるいは袖 あるいは胸の金物が一時に砕けて飛んだかと思うほど火の粉が雨のように舞い上がるそのすさまじさと言ったらございませんいやそれよりもメラメラと舌を吐いて袖格子に絡みながら中空までも立ち上る列々とした炎の色は まるで日輪が地に落ちて天日がほとばしったようだとでも申しましょうか。前に危うく叫ぼうとした私も、今は全く魂を消して、ただ呆然と口を開きながら、この恐ろしい光景を見守るよりほかはございませんでした。 しかし、親の義秀は。義秀のその時の顔つきは、今でも私は忘れません。思わず知らず、車の方へ駆け寄ろうとしたあの男は、火が燃え上がると同時に、足を止めて、やはり手を差し伸ばしたまま、 食い入るばかりの目つきをして、車を包む延々を吸い付けられたように眺めておりましたが、満身に浴びた日の光で、しわだらけな醜い顔は、ひげの先までもよく見えます。が、その大きく見開いた目の中といい、 ひきゆがめた唇のあたりといい、あるいはまた絶えずひきつっている頬の肉の震えといい、義秀の心にこもごも往来する恐れと悲しみと驚きとは、れきれきと顔に書か,かれました。首をはねられる前の盗人でも、ないしは、 中央の長へ引き出された重虐五悪の罪人でもああまで苦しそうな顔はいたしますまい。これにはさすがにあの合力の侍でさえ思わず色を変えて恐る恐る大殿様のお顔を仰ぎました。 が大殿様はかたく唇をおかみになりながら時々気味悪くお笑いになって目も離さずじっと車の方をお見つめになっていらっしゃいますそうしてその車の中には「ああ私はその時 その車にどんな娘の姿を眺めたかそれを詳しく申し上げる勇気は到底あろうとも思われませんあの煙に無線で仰向けた顔の白さ炎を払って振り乱れた髪の長さそれからまた見る間に火と変わっていく 桜の唐布の美しさなんという無たらしい景色でございましたろう」「ことに夜風が人おろしして煙が向こうへなびいた時赤い上に金粉をまいたような炎の中から浮き上がって髪を口にかみながら いましめの鎖も切れるばかり、身もだえをしたありさまは、地獄の五億を目のあたりへ移し出したかと疑われて、私はじめ合力の侍まで、おのずと身の毛がよだちました。すると、その夜風がまた一当たり、 お庭の木々の小にさっと通うと誰でも思いましたろうそういう音が暗い空をどことも知らず走ったと思うとたちまち何か黒いものが地にもつかず宙にも飛ばずまりのように踊りながら御所の屋根から 火の燃え盛る車の中へ一文字に飛び込みました。そうして朱塗りのような袖格子がバラバラと焼け落ちる中に、のけぞった娘の肩を抱いて絹を咲くような鋭い声を、何とも言えず苦しそうに、長く煙の外へ飛ばせました。 続いてまた二声三声、私たちは我知らずあっと同音に叫びました壁白のような炎を後ろにして娘の肩にすがっているのは堀川のお屋敷につないであったあの義秀とあだ名のある 猿だったのでございますからその猿がどこをどうしてこの御所まで忍んできたかそれはもちろん誰にもわかりませんが日頃かわいがってくれた娘なればこそ猿も一緒に火の中へ入ったのでございましょう」。